腹すいたな。そうだ、チーズドッグを作ろう。こんにちは、くーちゃんです。今日はチーズドッグを作りたいと思います。材料はこちら。はい、ではまず裂けるチーズを1本ずつ竹串に刺していきます。裂けるチーズめっちゃ好きなんやな。そのまま食べたい。はい、そしたら竹串を1本ずつ刺していきます。これまっすぐ入れれる、難しいかな。こんなもんかな。もうちょっと、大変、裂けた。そういうもんか。はい、次行こう。はい、ってことでできました。次はスライスチーズをこの上に巻いていきたいと思います。これをこういう風に巻いていきます。裂けたところも巻いちゃえばもう関係ない。とろけるチーズも巻けたら、次はラップを一本一本に巻いていきます。ラップも巻けたら、次はこの上に巻く生地を作っていきます。その間にこのチーズたちは冷凍庫にちょっとだけ冷やしておきます。生地を作っていくよ。ホットケーキミックス 200g をボウルに入れます。水 80ml、 これは一気に入れるんじゃなくってちょっとずつ入れて様子を見ながらやっていきます。すごい、すごい。今ね、手に油をつけたんですけど、そしたらすごい手につきにくくなってこねやすくなりました。そしたらこれを今日は6個チーズホットドッグを作ろうと思ってるので6個分に分けます。6等分。くっつきにくいように薄力粉を手に取ってパラパラパラっと。はい、またまた登場なかのうどんやっこ。もう今小麦粉をつけて伸ばすよ。これを上も下も囲えるような長さまで伸ばしてくるみます。全部やっていこう。すごい切ったな。ちょっとうまくなった。こんな感じで巻けたら揚げていくよ。ということで完成しました。美味しそう。はい、ということで完成しました。チーズドッグです。ちょっと焼きすぎたけど美味しいと思います。それでは食べてみたいと思います。ケチャップが定番っぽかったのでちょっとケチャップをかけてみたいと思います。うわ、美味しそう。マスタードがあったらよかったんですけど、ちょっとマスタードがなかったのでケチャップで食べます。いただきます。伸びるかな。めっちゃ美味しい。これチーズ大好きなんですけど、チーズ好きにはたまらないですね。中身はチーズめちゃめちゃぎっしりで、上にスライスチーズをさらに巻いたから、これは1本でめっちゃ満足できる。美味しい。もう出過ぎて空洞になってまだから。ほんまに美味しい。マスタードもあってもよかったかもしれへんけど、ホットケーキミックス使ったからなんとなく以前も甘くって、ケチャップの甘さとめちゃめちゃ合ってました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ということで、油で揚げるときは目を必ず離さないようにして注意してやりましょう。焦げちゃってどうしようかなと思ったんですけど、にしても美味しかったです。皆さんもよかったらぜひぜひ作って食べてみてください。バイバイ。